ハライチの岩井様は陽キャですよ。あれ、陽キャの人なんですか？なんか友達いないキャラなので、そうなのかと思ってました。そう、でも、ハライチの岩井は、実は、高校の時に、うん、その、うん、もう、ピラミッドの頂点にいる人間ですからね。あ、そうなんだ。まあ、顔もいいですね。そう、あいつ、中学校の時の同級生で、ハライチの二人は。うん。で、澤部は、行った高校で、ちょっと、あんまいい思いしなかったんですよ。いじめとかがあって。あ、まあ、見た目いじめられそうですもんね。で、岩井の方は実は、ものすごい学年がいて、ものすごい生徒数が多い学校行ったんですけど、そこの、ほぼほぼ頂点があいつだらしいですよ。うん、あ、見た目もいいし、頭もいいし、馬もあるみたいな。でも多分面白いしとかで、本当にピラミッドの頂点グループの一員だったって言って。へー。うん、らしいですよ。あ、そういうのが分かってる上で、じゃあ、陰キャを演じてるんですね。優秀。まあ演じてるというか、そういう部分もきっとあるんでしょうね。お二人の中で。チャンネル登録よろしくお願いします。